思う君のためにデブらない料理を考えたんだに対するみんなの反応。今俺にデブって言ったか？まあそう言われたらそうなんだけど参ったなこや。通りすがりの一般関西系外国人ジョッキーに太いって言われた経験あるから、まあ否定できねえな。お堂脱いのもっちり感が癖になる。お堂派デブって言われてるけど脱いだら身体バキバキだから女の子にめっちゃモテるんだぞ多分。イケメンモードで臭く湧いてるんじゃないよ。デブじゃないでしゅみんな可愛いって言ってまっしゅ。競馬場ダメの前に牛がいるバイタケ豊か。白すぎ嫌い。こんばんはサンライズバッカス。ぬいぐるみのようなクーリンガー。凍結に顔埋めたい。お堂派本質的に力士。なんだよこのパンパンに膨れたぬいぐるみ。シュバルグランが畑を耕し、ドウジュースが雑草を食べ、ワグネリアンが種まきと水をやり、ポタテが苗の間引き管理をし、ドウジュースが間引かれたやつを食べ、まかしきが収穫し、ジェスティン・ミラノが調理し、皆で料理を食します。ミラノに作らせたら全てドリアになりそう。ジェスティンサイでやめろ。中京競馬場のお堂派、隣に鈴鹿、さらに隣にコントレイルがいるんだが、お堂だけなんかでかい気がする。こいつ高さはともかく幅あるような高さだと確か鈴鹿の方があった記憶。東京競馬場のお堂脱いはいつも箱入りのお土産のを待たされてるぞ。セクレタリアと見てみろ、レース出るたびにでかくなってバグを特注せざるを得なかったんだぞ。なお、費用は余裕でペイした模様や。お堂って馬の姿でブクブクに太ったやつあったっけ？逆に馬の姿じゃなくブクブクに太ったやつって何？ブクブクかはわからんけど、それこそデブだと言われた凱旋門の時とか去年の秋天の時なんかは、太しましいと思う。動けるデブだのおかわりくんだの言われてたやつね。サリオスはボックスティッシュだけどこいつは球体だな。寸胴鍋みたい。お堂のお母さんの血統にはなんとあの2代目ビッグレッドの名前があるからな。ダービーアリマと間違いなく現役トップクラスなんだけどね。なんだろうねこのゆるキャラ感は。おふっと、ドウジュースって何でも食べるけど塩は苦手なんだよね。お前何でも食べるんじゃないのかよ。飯じゃなくて調味料だし。しょっぱすぎるとダメなのか。甘いものかしょっぱいものかで言ったら甘いもの派か。塩混ぜたとこは食べないらしい。こんなおにぎり大好きそうなキャラで塩が苦手とかお前。よくわからん。池垣大なり塩嫌なんでやねん。大きくで塩嫌いとか珍しいな。牛とか馬はこう塩ブロックをベロンベロン舐めてるイメージしかないんだが。塩かオーナーのコートかで言ったらコートの方がうまかったですよ。そりゃ松島オーナーのコートの方が高級だろうけどさ。サプリメントで取らせてんのかな。確か塩取らせるの意味あったよな。塩はミネラル補給と喉乾かして水を飲ませる目的を。銅はサプリポリポリできるからその辺調整は困らないかもね。サプリは手から直に食べるからね。運動したら汗かくしちゃんと塩分補給はさせないとな。ちなみに旧車の方針で試行品の類は全く与えてないんだっけ。人参の味とか知ってるんかな。サラブレッドの塩分不足って割とシャレにならないのでは。嫌いなだけで必要な分は食べるのかな。大食い元気詐欺しがりや。ブヒブヒ甘み等かわいいしかないやんけ。薄味派なのか舌が超えてるのかしら。塩やあやあなのするお堂は正直かわいい。味付け飯アンチか。不足する塩分はポカリみたいなやつ系候補水液は飲んでくれるからそれで補ってるから大丈夫だってさ。やっぱ甘党か。しかし馬にポカリ飲ませるとかなりの量になりそうね。普段から普通の水じゃなくてこっちを与えてるのかもね。わからんけど、しょっぱいものが嫌いで逆に甘いものが大好き。普段の水ですらスポドリをアインしている馬娘になったら絶対こんなキャラにされる。しょっぱいの嫌いなんかな。素材の味を大切にするタイプ。まだ食べたことはなさそうだけどリンゴとかすげえ気に入りそう。ヨークの頃に思いっきり塩食べちゃってしょっぱとかなっちゃったのかな。岩塩かじっちゃった経験とかあるのかもな。ネオユニもレモンかじって酸っぱってなって以降レモンは避けてたそうだし。なんでサプリがいけて塩がダメなんだ。極端に塩辛いのが苦手なんだろうな。サラダにかけすぎたドレッシングとかコロッケにかけすぎたソースとかで顔を歪めるタイプだろう。だっけも松島オーナーも京都だから薄味が好きなんだよ。どうも薄味派。やんちゃで元気で寂しがり屋で食いしん坊でお年頃な京都の小学生。お前食えるなら何でもえ。塩はダメ。キャラは濃いめの味付けが加速してるブジュース。お前ねわらみち草だって空賊なのに。素材そのものの味を楽しみたい甘いもの好きとかか。敵に塩を送ると言うけどドウジュースに対しては普通に攻撃になっちまうな。ドウジュースに草を送る。何でも食べる元気な子からしょっぱいものダメなちょっとグルメな子に可愛いね。好き嫌いがあるとはいえニンニク味噌が食べれないのは人生損してるんだ。塩が嫌いなドウジュース、濃厚飼料嫌いなイクイノックスくんたち健康志向なの。イクイお堂これ食べれないから食べてです。お堂イクイそれ食べるから塩お願いこうなるんか。お堂とイクイの青草同好会。買ったら豊さんとオーナーに甘いものをおねだりするお堂。塩おにぎりの良さがまだわからないドウジュース。サプリ素直食いするくせ塩苦手ってなんか不思議。苦いのは平気なんやろな。でもなんか塩そのものだけでは嫌で、味付けはかみたいな気もするが。絶対塩おにぎりむしゃむしゃ食べてそうなキャラなのに塩なしとか具を入れてもらったりとか。炊き込みご飯のおにぎりがいいキャラだったの。おかずがないと食べた気しないってタイプか。味が濃いと飽きるじゃん。たくさん食べれないよ。ドウジュースを超える埋まっているの食欲で。過去ならおぐりだけどな。
食欲がヤバすぎて全く調整できないのは活躍場がいないだけで地方や中央の下層ではゴロゴロいる。お堂吐くって絞れるからまだ笑い話で済むってこと？まあ絞れない馬なら活躍できないだろうな。もしプールがないとかプール苦手で他の調教で補うにしても足への負担ヤバそうだ。ドン・フランキーは食欲旺盛ではある型の馬よりちょっと多い程度だし、ご飯の量も調整しているそう。でかいから大食いというわけでもないでもないのは人間と一緒だな。なんかでっかいの多いよなここの厩舎。確かともみち厩舎で同じぐらい食うやつはいる。多分どの馬も食べてる量自体は普通だとは思う。ドウデュースはレース直後でも飛行機輸送でもすぐ食えるメンタルとクイージすごい。文字通りの道草とかクイージインパクトすごいわよね。人間でも全力で運動した直後に大量に飯食えないしね。道草もしゃもしゃやからでもある。オグリはマスコミの密着取材でストレス溜め込んで買い食い悪くなったって話聞くけど、お堂派フランスでも道草もしゃもしゃしてるオグリの方がストレスやばいだろうけど、万全の状態ならクイージはどっちが上なのだろうか。まずそうな池垣食べてるのがすごい食えやなんでもいいのかよ。大食いの馬にはネワラまで食ったって逸話がつきものだけど、ドウデュースもやった？確か有馬の時にネワラ食べて馬体増やしてたような。ともみち厩舎の部屋はウッドチップになってるからさすがに食べてないはず。人間のアスリートでも食えるのは才能の一つっていうこともあるから。サプリメントを直に食べるし人間の持つものは大体食べられると思って食べる。でもなぜか塩は舐めずスポーツドリンクで塩分補給。内臓面がめちゃくちゃ元気というか、無限の食欲というか、そりゃこんだけ食って寝てプール入ってしてたら、新陳代謝が良くなるし筋肉つくわ。最近の強い競走馬は体質面に難点を抱えてる子が多い中、それ相応に強くてちゃんと走ってなおかつ健康有料時はかなり貴重かも。逆に種5倍入りしたら能力はあるけど体質弱めなお嫁さんを多めにもらって、まともに走るけど体質が弱い産駒多くねって言われそうでもあるけど、ドバイターフを故障で直前取り消して半年棒に振ったので体が丈夫かどうかはちょっとわからない。ただたくさん食えることはアスリートとして絶対的なプラス要素なのでそこはポジれる。慢性的な添えがあったからそれを治すための休養だろうな。どっちかというと育ちきっていないところに、ピッチ走法で足に負担がかかった影響だと思う。体質的にはダービーの後とか現状見る限りめちゃくちゃ元気。ネワラって食べる子多いの？エフフォーリアがつまみ食いしてたってのは聞いたことあるで、ウッドチップに変えられちゃったとか。2020ジャパンカップのアイちゃんとか東京競馬場着いた後ネワラ食べてるの激写されてた。シュバルグランもよく食べてたよ。ユーバーも食べてたよ。美味しくはないけど食べれなくはないって感じなのかな。インスタで買いまくって顔上げては水を飲むという感じだったから、本当に食うこと大好きなんだろうな。もはや趣味かな。食べれなければ秋三連戦できないよな。こういうところがファンに愛されているところだからな。内臓が頑丈な馬なんだな。走るのが大好きな馬だと思っていたが、もしかして飯をうまく食うために走っているのか。今頃気づいたのか。たくさん食べてたくさん運動する。生き物として健全そのものですよ。この馬ひょうひょうとした食いしん坊なところが面白いんだよな。顔だけ見ればイケメンハーツのような感じなんだが、競馬が強いフードファイター。食べ過ぎも調整大変だろうな。1日2日で結構変動しそう。肉体と精神を削り細らせてくアスリートにとって食って太れるのは大事な才能。ちょっと緩めるとすぐ600キロになりそう。サリオスもそうだけどドウデュースもハーツくらいっぽくないんだよな。ハーツはコバになるまでそんなたくましい印象なかったし、最後は喉鳴りで引退したし。ハーツパパはイケメンですらりとしたモデル体型だもんよ。サリオスは似ていないが顔だけなら、ドウデュースは少しは似てると思う。でも体型はてか体質か、太りやすいというのはサリオスもドウデュースも一緒。俺たちだって別に疲れてるからもう飯食えないなんてことはないからな。極限まで疲れると飯食えないよ。会話は飲み物、食える分には量を調整すればいいけど食えん場は大変やろな。その分ドウデュースは安心。よく食べます。使い減りしません。2歳3歳4歳で G1 勝ちました。主な勝ちクラー朝日杯フューチュリティステークス東京優秀有馬記念上種牡馬になる可能性あるよな。ドウデュースを種付けしてほしい。血統品系の馬いる？ワイはマクフィ3区の牝馬とかみたいな欧州系だけどスピードありそうなタイプにつけてほしい。オーサムリザルト、オーサムリザルトだと割と良い。すごくすごくアメリカンだけど、ソウルスターリング、何でもいい気がするからだが強いから。案外絆と同じような傾向があると睨んでる。そこは正直北さんもコントも行きたいところだから食い合いそうな予感しかないな。逆にイクイとは共存できると思う。まずはキーファーズの馬同士で論につけてほしい。同期のオークス馬、スターズオーナースやはりダービー馬罰オークス馬よ。スターズにつけるにはアキコバどれか勝たないと実績不足で厳しくない？第一候補になるとは言えないが実績足りないってほどでもなくないか。今でも十分だろ。あと一つぐらい欲しいのはわからなくもないが楽張りか。現状だと北さんブラックやイクイノックス、コントレイル、エクサネア、キズナなどのエース級種5馬に比べたら見劣りするから、しょうがなくない？
スターズの子なんて目玉商品確定だし。松島オーナーが牝馬用意しまくるやろな。米国血統と合わせてダート馬誕生も見たい。犯行人の稲付け百花繚乱。百花繚乱とかよくウルモアの溶血を牝馬アーバンシークロスのやべえ治療に目が行くけど、そもそもアーバンシーの直径とかいうとんでもないお嬢様。なんだこのお嬢？これはもう確定だと思う。実際にタッケが竹豊 TV で引退の話の時こんな溶血だからドウデュースとかね、うんぬんかんぬん言ってた記憶があるんだが違ったらごめん。あとは論期待。個人的にはメイベの2023、メイベの2023ちゃんがベンバトル経由でダンシングブレイブ持ってるのと同が、ダンシングブレイブと34同地のいとこの子孫なんで、ここでニアリークロスかかるとどうなるのか見てみたい。今更だけどお堂の血統まあそこまで肌は選ばないけど、俺のにわか血統知識じゃこれって、相性の良さげな血統は思いつかんな。母父のヴィンディケーションとかタキオンみたいな溶血早期引退創生で、あのエリートパワーの母父だったりぐらいしか知らんし。あと地味にダンシングブレイブと同じ品系なんよなお堂。アレッジドとかも入ってて実はイクイノと構成されてる血には共通点があったりするから、イクイノが持ってた爆心みたいな、日本っぽい血統入れてもいいかもね。個人的にはドウ×ナミョとイクイノ×スタオンの同期結婚サンクバトルが未定賞。お堂アキコバ頑張ってナミョウルに見合う感になれ。ハービンジャーの娘を誰かしらつけてみてほしい。フィジカル強いしエビに似たタイプで肌うま選ばないんじゃないかと思うんだよな。しいて言うならキレとか補いたいのかもしれないが。ちなみにユーバーレイベンは頑張ればサンデーサイレンス奇跡の治療が作れる。ゆるい血統の塊みたいなユーバーレイベンに対して馬体と筋肉だけならマイラーに見えるドウデュースがスピード&筋肉を占める血の側に回れるなら面白いかも。とにかくマイネプリテンダー品系には現状ムキムキマッスル成分が足りないもんで、ブライアンズタイムくらいしか占める血がない。運動後に食べるのあんまり好きじゃなくて体小さくなりがちなレイデオロの新馬に、ドウデュースのブシブシブリブリ飲酒を、ぶち込むのは、レイデオロを挟んでのサンデー34もできますし。ボーエンブレム案件だけは心配ないのがいいな。こいつきっと種付けもすぐ上手くなるだろ。スピーディーになってきたらさすがダービーレコードとか言われそう。種付けの仕事人ドウデュースとか言われ出すぞ。お堂ってそこまで万世タイプではないからサンクがハーツ孫になると言っても早熟性はあまり突き詰めなくていいのかな。血統だけ見たらむしろ早熟だしもっと底力が欲しいくらい。とりあえず日本っぽい血統の馬、金亀とかお堂に外国馬つけたら適正迷子になりそう。実はリバキアイランドとの配合が見てみたい。スタウンとの同期配合を見てみたいが、実はリバキとの方が相性いいんじゃないか説。お堂の体の強さが濃く出てくれることを祈って古い品系につけてみてほしいな。在来品系とか華麗なる一族とか、まあそれをするには種付け量は高めであってほしいジレンマがあるけど。血統ローにカタカナが多い牝馬、そして今度こそ凱旋門賞を勝つんやブリーダーズカップクラシックでもいいぞ。大和メジャーの血を持つ牝馬といいんじゃないか。お堂にはテイストの血を入れたい。レシステンシアやメジャーエンブレムあたり試してくれたら嬉しいね。引退はまだ先だが、将来的にはアスコリクチェイノもつけてほしい。